岡田社長、はい、この度は令和のトラッシュ戦おめでとうございます。いやすごい、西条、愛媛県西条市から虎が生まれたということで、はい、初じゃないですか。そう、愛媛県でも初だと思います ね、うん、で, すね。ですね。実際9月20日にもう撮影を終えられてるという、はい、そうですね、はい、もう2本撮りしましたね。あ、2本撮りなんですね、はい、2人の志願者。お、はい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 、しましたね。はあ、はあ、はい、どんなかったですか、ね、実際現場といいますか。いやー、結構やっぱ虎の方々も豪勢なので、はい、あ、はい、確かに有名な人、そうですね、多いですよね。なんでまあまあそれにまあまあ、あの方がね、もうどの立ち位置かってちょっとびっくりしましたけど、はい、まさかあの立ち位置とか。お、もう気になりますね。ねえ、まあこれはもう明日、今日、ね、そうですね、うん、公開される、そうですね、はい、うん、お楽しみということで、まやりましたよ。なんかどういう人をやろうっていうのは全然想像つかないんで、そうね、はい、てっきり脚本あるもんだと思ってたんですよ。え、脚本があってそういう並びになってるのかなって思ったんですけど、はい、全くないんですよ。マジっすか。そんなんで撮れるもんなんですかね。5分前とかに5分前とかに、なんか、あーっていうか、で入ってきて、みたいな感じで。あ、その時に初めて、志願者の方と会うみたいな。そうです、そうです、はい。事前情報とかは。これガチです。はい。なんで、この、現場そんな感じなんですか？皆さん、なんか脚本とかね、視聴者さんとかを僕も見てる時はあるのかなと思ったんですけど、はい、もちろん、はい。これガチだなっていうのが、わかりました。はい。結構じゃ真剣勝負というか、うん、真剣勝負ですね。はい。うん、え、なんかその中でも、はい、なんか虎の方、うん、たくさんすごい方いるじゃないですか。いますね、はい、僕個人的にも、はい、なんかあのドラゴン細井先生も、はい、素敵やな、かっこいいなと思うんですけど、はい、あの桑田さんの、あのホスト界のキングというか、歌舞伎町のキングオブキングですね、はい、ちょっと気になるなとかって思うんですけど、はい、どうでした、実際あれって。桑田社長、はい、オーラがすごいんですよ。あのオーラで、まあ、身長も高くて、はい、なんせ男前。あ、そうなんですね。でももうやっぱりやっぱキングオブキングっていう、歌舞伎町のキングオブキングですね、はい、あの方は。はい、でまあ事業も成功されてて、うんうん、まああのまあ仕方っていうか、その適切なアドバイス、お、うん、やっぱりあの勉強するとかありましたね。あ、はい、そうなんですね。うん、うん、すごい、すごい。まあでもね、はい、あの人は、はい、あのすごい的確なアドバイスできるんですけど、こそこそ話できないね。あ、声がでかすぎる。でかそうなんで、あ、できないね。この撮影用じゃなくて、うん、普段からでかいね、うん、もうでかいね。内緒話はちょっと向いてない、ね、端から端っていうか、もう壁を越えても聞こえる。多分電車乗れないかもしれない。桑田社長がおるなって、あ、分かる感じの。1丁目から、新宿の1丁目から2丁目3丁目から来たなみたいな、西新宿まで来てる。届くよ。すごい声ですね、それ、うん、でもまあすごい魅力的ですよ。あ、うん、まあ、ね、男としてというか、人として、男と人として、として、まあ、頭も切れますし。そうなんですよ。まあだって初代ですよね、そうです、トラの。そうです、初代ですね。あの方です、とてもやっぱりね、あの方はすごくて、はい、SNS に、はい、その自分の、返信っていうかコメント、はい、来たやつに全部返信していって。自分でですか？そうです。マネージャーとかじゃなく自分で、自分で、それはすごいですね。なんかできることじゃないかもしれないですね。あの登録人数でしょ、すごいんですよ。なんかブワーッと見てるっていう。そうなんですよ。それなんで、マメ、すごいマメで、ファンを大事にしてくれてるということで、すごい参考に、うん、だから令和のトラッカーもすごいんでしょうね。あ、うん、そうなんですね、うんうん、すごい。それはちょっといろいろ参考にさせていただいてというか、うん、まあ、実際その小川さんの、うん、はい、まあ、美容家、はい、小川栄作として、はい、まあ、今後どういう、こう、はい、まあ、活動というか、はい、方向性というか。そうですね、はい、あの世の中に、まあ、今回の企画は、はい、あのハビゴールコンプレックスっていうのを解決してあげて、はい、まあ、前向きに、はい、で、あの、させてあげるっていうのが、うん、僕ら
とあの私ら虎の役割なんですけどね、はい、うん、まあ、今後その SNS で私個人でも、はい、まあまあ、日常生活いろんなことがあるじゃないですか、うん、はい、会社の中でもあるじゃないですか、はい、まあ、恋もするじゃないですか、はい、仕事恋愛、そう仕事恋愛で、はい、あのね、結婚もし、ね、結婚したら妻も出てくる、はい、そうですね、うん、で、まあ、いろんなことをね、はい、そこら辺も相談も私の経験値から、はい、まあ、いろんなことを経験私もしてますし、はい、その、まあ、恋愛相談所の人たちともコラボしてますから、はい、いろんな人たちもね、うん、はい、いろんな方の、はい、あれがあるんで、うん、まあ、そこら辺のね何でもいいんで相談があれば、うん、私に、小川優作に。もう直接なんか DM とか。いいですよ。いいんですか ?YouTube のコメントに、はい、質問とかしても。大丈夫です。はい。なるほど。はい。もうインスタとかにも質問コーナーしてますんで。はいはい、あ、はい、これはぜひ皆さん、うん、質問たくさんしていただいて。そうですね。はい、質問が集まってきたら、また YouTube で、うん、そうですね。尺を取ったりとか。もうそうですね。そうですね。これはやっぱり、あ、これはどうやばいなと、はいはい、これは私が行かないとダメだなと言う人は行っちゃいましょうか、直接直接あなたのもとに虎が虎が行っちゃいますよ、うん、いやこれは楽しみですね、うん、そうですね、そういう企画もしていくということで、そうですね、はい、すごい、うん、これはぜひ皆さんに会いに行きたい、ね、そうですね、まあ私が行くとなったらやっぱり容姿、はい、やっぱり髪型、はい、メイク、うん、ファッション、そ内面の部分も、ね、そうですね、そうですね、やっぱりあの美っていうのは、はい、外見と内面の調和なんですよ皆さん、お、うん、なのであの心折れそうな人たちがいっぱいいらっしゃると思うんですよね、そこを私はそっと添える、はい、ははそういう人になりたいですよね、なるほど、はい、それはもう、うん、ぜひね、やっぱ美容家としての、うん、はい、なんかその発信も、はい、皆さん要チェックなんですけど、インスタグラム、はい、まあ、もちろん YouTube もそうですし、はい、TikTok、はい、あと X ですね、はい、Twitter、はい、まあ、こういう SNS で皆さんに美容家としての情報をお届けしていくと、そうですね、いうことで、はい、であと YouTube で、うん、まあ、コラボなんかも、そうですね、はい、ぜひそのあの美容家大川優作とコラボしたいって言われてる、はい、言われる、ね、はい、あの希望される方は、はい、うん、あの私のここまでぜひ概要欄の方に、はい、いろいろあの SNS 関係の概要欄貼ってますので、はい、直接連絡をいただくような感じで、そうですよね、はい、うん、ありがとうございます、そしたら、うん、ね、実際でもこの公開自体が、はい、今日、そうなの、はい、そうなんですか、今日の17時に公開なので、あらこれね、はい、私らみんな虎もそうなんですけど、はい、放送されるまで分かんないですよもう見てないですから、開けてびっくりと言いますか、そうですね、私もしかしてちょっとしか見てない開けてみたらいや本当これ見てないんですか、はい、見てないです、見てないのでこれが怖いんですよね、確かにちょっとドキドキしますね、ドキドキします、どう、はい、ね、切り、まあね、どういうふうに編集というか、そうですね、編集されてるのか、うん、なるほど、これはもう実際の虎本人も楽しみという、うん、そうですね、で、うん、はあはあ、私も楽しいですし、はい、多分皆さんドキドキしてますから、そうですよね、虎の皆さんも、虎の皆さんも、はい、で実際その YouTube が公開された後に、はい、インスタグラムで、はい、ライブを、あ、そうですね、はい、配信をちょっと行っていくということなので、はい、ぜひ、はい、皆さんあの、うん、悩みやコンプレックスを持った、はい、まあ、あの美容家なんですけども、うん、容姿だけじゃないですよ、うんうん、普段の暮らし、はい、うん、もう学校生活の学生のお前たち、お前たち、うん、見てるかっていう、サラリーマンの君たち、うん、皆さんもいろんな悩みがあると思うんで、バンバン悩み相談してください、うん、私がもう勝つ、お、勝ちでいてもらいたい人は、はい、はい、勝つとかね、はい、そのままでいいんじゃないか、うんうんうん、うん、全然いいよ、はい、って励ましてもらいたい人とかね、うん、優しくね、はい、してもらいたい人とか、まあそういうコメントも入れてもらったら、うん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 、もう私がね、はい、ちょっとでも力になれるんだったら、はい、そう思ってます、なるほど、はい、ぜひともじゃあ、はい、世の中の皆さんの、はい、まあ世の中にはびこるコンプレックスを解消していくために、はい、美容家小川優作が皆さんの力になっていきたいということで、はい、はい、
ぜひともこれからも、そうですね、はい、また皆さん、あのチャンネル登録もぜひしていただいて、そうなんですよ、はい、登録してもらわないと無理なんですよ、そうですね、登録して初めてこう、はい、いろいろな情報がお届けできるということなので、ちょっと応援していただけたら助かります、ぜひともよろしくお願いいたします、はいはい、そしたら次のまた、そうですね、はい、撮影とかもそうですね、いろいろ企画やっていくので、はい、はい、ぜひ皆さん、はい、両方ご優作、はい、はい、応援よろしくお願いします。